观众朋友，相信你一定也慢慢的体会到，健康啊，其实一种生活的态度哦。有一股推行健康和环保的风气逐渐在兴起，借由贴近民众的生活，将健康营养补充品的概念分享给大家。那今天就跟着我们的脚步，一同展开全新的健康之旅吧。近年来，在预防医学大力推广下，预防胜于治疗的观念早已经逐渐深植在民众的心中。致力于健康产业的业者，不断研发优良的营养辅助食品，保留食物中原有的营养素，提供自然而且无污染的食品，又让民众拥有一个简单的方式，可以促进健康，进而预防疾病。以诚信、安全、安心为宗旨，在日本已经发展了多年的业者，为了将健康有机的概念发扬延展，漂洋过海来台深耕20余年，教导大家正确的养生观念，认识营养辅助食品，创造更多人健康幸福的人生。私どもは台湾で事業を起こして21年目になります。この間本当に多くのお客様に当社製品を愛用していただいております。ただ私たちはそれを販売するのが目的じゃなくて、その愛用して買っていただいたお客様、それは適切に本当のお客様が健康維持、あるいは病気の予防に役立っているかどうか、それはアフターケア、あるいはアフターフォローしていくってことが大事だと思っております。把顾客当作自己的家人照顾，一直是业者经营努力的目标。在全省各地开设客户服务中心，就像一个大家庭一样，不定期会举办会员旅游、同乐会及会员庆生会等活动，借由现场热络的互动，拉近彼此间心灵的距离，让顾客感受到爱与一份体贴的心意。而为了落实营养辅助食品的观念，也会透过健康教室或是产品说明会，推广新的商品，传达最新的健康资讯，让参与的会员能够充分的了解生活中正确的饮食观念，吸收丰富的知识，赢得快乐与健康。提供安心保健食品的商店，透过与在地生活紧密的结合，保持回馈的精神，站在消费者的立场，营造一个自然、健康、安心的环境，努力创造出零污染的健康食品。店内多元化的营养补助食品大都是从日本进口，每一项产品都会经过严格的把关，确认检测安全无虞，才会配送到各个门市。そういう意味で、今電園シャーチェンを通してそういう仕事をしておりますし、また今回台湾で過疎材の問題が起きました。日本でも放射能汚染の食品の問題が起きています。いろんな情報を提供する基地として、今後どん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 台湾中に電車チェーンを広めていきたいなと思っております。健康的生活除了从饮食着手外，更要从生活中做起。针对现代人忙碌的工作而忽略身体的保健，业者也引进高电位治疗器，在专业的讲师指导下，可让民众实际体验改善身体正负离子，感受身心愉悦放松的效果，找回身体的健康状态。食料事情が良くなったということと、医療技術の進歩で人間はすごく長生きできるような時代になりました。それは本当にいいことですが、その反面、長生きすることによって機能障害、特に寝たきりの人が増えてきているのが今社会問題になっております。在面对人口高龄化的世代，经营健康产业的业者以爱及感谢为出发点，期许带给年长的银发族一个健康的生活园地，提供更贴心的呵护，创造银发族健康彩色的人生。私が今提案しているのは、病気になる前に、事故を起こす前にまず予防しましょうと。例えばお年の方が街を歩いてて、転んで骨折した。でそれは若い時はそういうことはないんだけども、その予防としてサポーターしてみるだとか、あるいは今関節骨に素晴らしいサポーターがありますから、常日頃は取っていただく。そうすることによって、そういう怪我、骨折を防ぐことができるだろうと。まあこれからはますますその食生活をきちっとした中で、我々がそういうものを提案すると同時に、保養施設、
あるいは老後施設などを充実していくためのことを考えていきたいと思っております。贴心的服务、温馨的照顾是企业经营的使命，持续不断的付出爱与关怀，并将健康的生活概念拓展到全世界，为创造更多人的幸福努力迈进。